皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、足のシュラミです。そういやあんた、先週引いてた、風邪だか謎の病気治ったの。ああ、まあそこそこ。とりあえず外にも出られるようには、なったので多分大丈夫かな。まああんまり無理しないようにね。なんだろう。最近シュラミちゃんが優しい気が。なんか言った？え、いや何も。さっさと本編行きなさい。はい、ということで今回は、今まで買ったジャンク品で作る、ウプ主のメインパソコン強化計画です。お、やっとメインパソコンを強化する時が来たのね。はい、前回の動画で i7-4770 を、運よくゲットできたので、それを使っていこうかなと。ついにあんたも第2世代を卒業するのね。ってまさか前回動作した、このパソコンにメモリとグラボを増加して、それでおしまいってことはないでしょうね。いや、実は一瞬それもいいかなと思ったん。思ったんかい？まあでもさすがにそれじゃ、見てる皆様にも満足できないと思って、今回は、今まで買ったジャンクでパワーアップすることにしました。ほほう、どんなパソコンができるか楽しみね。それでは、まずケースからですが。はい、こちらクーラーマスターの CM690RC690KKN2GP というケースになります。なんかでかくて重そうね。そうなんです。でかくて重たいんです。ってなんでこんなでかくて重いケースを選んだの？これは今使ってるメインの前に使ってたものなのですが、これも3年ぐらい前にハードオフで購入したものになります。当時はまだ自作ジャンカーの、字、の字もなかったんですが、このケース、ブルーレイドライブ、マザーボード、メモリ、簡易水冷、電源、SSD までついて、何とお値段、3000円だったんです。え、安くない？はい、当時は全然パソコンのこと詳しくなくて、店員さんに、これに CPU 乗せたら動きますか？って聞いて、i7 の CPU も一緒に購入して、しばらく使ってました。ちなみに当時の値札記載には SSD は書いてなかったんですが、中を開けてみたら、こっそり 240GB のサンドアイス系の SSD が入ってました。何それ、めっちゃラッキーだったわね。それがウプ主初めての SSD だったりします。さて、それで中を開けてみましょう。はい、こちらですね。当時の状態からメモリと SSD だけ抜き取っております。じゃあほぼ当時のままってこと？そうですね。今回はこれをベースに色々足していきたいと思ってます。で、箱の中からそのまま使うものですが、まずは電源。HEC 製のインパワー 700W になります。一応80プラス、ブロンズ認証を受けてます。続いてこちらの簡易水冷。ECO 製の C240ALC という簡易水冷になります。対応ソケットは、LGA1366、LGA1156、LGA775 になります。ラジエーターは 120mm ファンが1個ついてます。というわけで、この2つを有用します。まあケーブル類なんかもそのまま使いますが、ということで、1つ目は、ケースのご紹介でした。では続いていきます。次は、メインパソコンからもらってくるものですね。ポンポンポン。はい、ということでメインを開けました。なんかごちゃごちゃしてるわね。そうですね、ケースが小さいので、あまり拡張性はありませんね。このメインパソコンについては、動画を上げてるのでよかったら見てみてください。概要欄に貼っておきます。それで、この現メインパソコンからは何を取るの？はい、まずは、グラボを取ります。あ、これってもしかして？そうです、あのグラボです。ケースのネジ類を外します。グダったので倍速。はい、ということで、こちらの GTX1060 を抜きます。これはあれね、アイロンで焼いたやつね。ですです、こちらも概要欄に貼っておきます。続いてメインパソコンから抜き取るのは、メモリを抜き取ります。手持ちに 4GB のメモリが少ないので、有用します。はい、こちらはサンマックス製の DDR3-1600 の 4GB 2枚になります。ということで、現メインパソコンからは、この2つをいただきました。なんか意外と少ないわね。ちなみにメモリは同じ1600の 4GB がもう2枚あるので4枚差しにします。では続いて、
CPU についてですが、CPU は、前回の動画に出てきた、Core i7-4770 を使います。前回のジャンクで購入したあれね。そうですね、詳しいスペックは書いておきます。ということで、CPU も決定。そして続いては、マザーボード。そうです、マザーボードになります。マザーボードについては、すごく悩んだんですが、これを使うことにしました。あれ、これはもしかして、そうです、ハードオフのジャンクで購入した Z87S1 になります。あれ、でもこれって確か BIOS が出たり出なかったり、なんか不調なんじゃなかった？そうですね、では実際どんな状態か見てみましょう。テストなので、i3 を乗せてます。電源オンをするとファンは回ります。ですが、待てど暮らせど画面に出力されることはありません。え、そんなマザー使ってどうするのよ。シュラミちゃん、マザーは生きてるけど、起動しないような時に使うものといえば、あ、もしかして、そうです、BIOS 焼きですね。こちらの CH341 アロムライターを使って、BIOS を焼いてみたいと思います。なんか今回の動画は、今まであんたがやってきたものの総まとめみたいね。ですね。自分もそう思いました。さて、今回はこのクリップを使ってBIOSを焼きます。なんで、この間みたいにチップを外せばいいんじゃないの？それがですね、今回のこのマザーボード、BIOSチップが、こんな感じにくっついているんです。さっきのクリップのピンクの線を、この数字の位置に合わせます。はい、こんな感じですね。そしたらクリップの先を、ライターに接続します。この付属のトゲトゲにつけます。はい、トゲトゲと合体したら、ライターと合体します。これで準備完了です。そういえばさ、このマザーボード OEM 品だったわよね。そうですね。OEM 品ってBIOSデータあるの？あるものもあれば、ないものもあるので、今回は Z87G40HPC メイトというマザーボードのBIOSを焼きます。あれ、なんか見てるわね。そうですね、MSI の Z87 シリーズで、スロットとかの同じ配置のものがこれしかなかったので、これにしました。ちなみに比べるとこんな感じです。確かに、そっくりね。はい、それではどんどんやっていきましょう。まずは、1現在のBIOS情報を読み取り、バックアップとして保存。続いて、2BIOS情報の消去とブランク確認。これは必要ないかもしれませんが、3 BIOS 情報とインストール BIOS 情報の確認。確か ASUS はこの辺でいじるんだったわよね。ですです。そして4、最後にダウンロードした BIOS データを書き込みます。長いのでカット。それではちゃんと BIOS が焼けたのか、このマザーボードは BIOS だけで治るのかチェックしてみましょう。スイッチオン。おや、再起動してるわね。ですね、さっきとちょっと挙動が違いますね。お、はい、ということで、無事ロム焼きは成功したようです。初めてのロム焼き成功に喜んでるわね。そうですね、前回のはロム焼きが悪いのかどうかわからないですからね。ということでこちらですね、ちゃんと CPU もメモリも認識してます。最後に一応 i7-4770 を乗せても、ちゃんと認識するかチェックします。ついでにメモリも4枚差しにしました。
はい、ということで無事 i7-4770 もメモリも認識してます。ということで、今回は、メインパソコンのパワーアップのジャンクパーツ紹介でした。あれ、なんか紹介してないものも映ってるけど。まあこの辺はいいかなと思って紹介しませんでした。ということで、次回は組み立て編に行きたいと思います。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。